本日のセミファイナル本間智明山形凱旋マッチで戦うこの3人。11月11日、ネバー6人タッグの防衛戦終了後、俺ら3人今日の山形ネバーに挑戦させろと言ったはずだが、今日のカードは防衛戦じゃねえんだよ。おいネバーの試合じゃねえぞ。おいチャンピオン。なんとなんとこの場でやんのかやんねえのか、ネバーのトレス中6人タッグチャンピオン中の挑発です。チャンピオン、この成田の呼びかけにチャンピオンチームは姿を現すんでしょうか。これもミラノさん、はい、ここで決めてしまおうという心づもりですね。そうですね、今のカード発表を聞いてタイトルマッチじゃなかったということですよね。 11.11 安城、タイトルマッチの後バックステージに行ってましたけども、ネバー無差別級6人タッグチャンピオンの一人棚橋博史が姿を現しました。だが石井智弘、岡田和親の姿は見えません。安城大会でもね、この成田のアピールに対して岡田選手と石井選手はね、結構釣れない態度、背を向けましたよね。やるかやらないか聞かせてください。そういう発どうしようか。俺はね、山形の皆さんにもタイトルマッチを見てほしいと思ってる。よしよしよし、じゃあ岡田と石井さんは俺が説得してやる。今日の試合、ネバーシックスメンのタイトルマッチにします。おお、さあチャンピオンチームの一人棚橋はイエスの答えを出しましたが、マーティアサミレフリーが今エプロンサイドで、オッケー、お互いのチームがね、チャンピオンもやると今棚橋選手は言ってますからね。そうですね、とりあえず選手間では合意がなされましたが、今本間選手、成田選手、田口選手からの要望を棚橋選手が受諾いたしましたので、本日の第6試合本間智明凱旋スペシャル6人タッグマッチはチャンピオンチーム岡田和親、棚橋博史、石井智弘組対チャレンジャーチーム本間智明、成田蓮、田口隆介組のネバー無差別級6人タッグ選手権試合として行います。電撃決定です。まあ浅見レフェリーもこう審判部代表としてしっかりこう納得したってことですね。そうですね、選手間のみならずしっかりと審判団もそれに合意したということで、正式に本日のセミファイナル6人タッグマッチ本間智明山形凱旋試合はネバー無差別級6人タッグ選手権試合に決定いたしました。おー、チーム東北じゃないですか。山形出身、青森出身、宮城出身、はい、これはモチベーション上がりますね。はい、これミラノさん、はい、本間選手はホーム地の利を生かしてね、ここでチャンピオンになれば、はい、とんでもないことになりますよ。そうですね、あのパートナーの真壁選手もこの前ネバーの6人挑戦してましたし、自分もっていう気持ちあったと思いますしね。さあ果たして本日のセミファイナル勝利の女神はどちらに微笑むのでしょうか。オープニングマッチ20分一本勝負を行います。
新日本プロレスニュージャパンロード 11.17 山形ビッグウィング大会、本間朋晃地元凱旋試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、さらには因縁の対決 KOPW2023 争奪戦超 VS 太一全7試合新日本プロレスワールド生中継でお送りいたします。オープニングマッチにヤングライオンズ揃い踏みです。ボルチン・オレック、オスカー・ロイベ、中島雄斗です。2メートル1センチ115キロオスカー・ロイベ、180センチ105キロ中島雄斗。オスカー・ロイベと中島雄斗、ヤングライオンながらチーム名がありますヤングブラッド、この2人でワールドタッグリーグエントリーを目論みましたが、ミラノさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ波乱の幕開けとなりました、急遽セミファイナルがネバー6面のタイトルマッチになりました。仕掛けた。そしてオープニングマッチの幕開けとなります。これ考えてみたらですね、ミラノさん、はい、中島優とオスカーロイベにとってはもう俺たちのワールドタッグリーグですね。そうですね、あのリーグ戦エントリーはなりませんでしたけどね、もうそんなのもう関係なく、もう見てください、気合がすごいですね。もう目の前にはですね GBH の一人真壁桃李、そして天子寺がいますから、はい、もうこれは立派なタッグリーグですよ。もうね、そこを取ってやろうっていう、そういうとこですけど、いきなり飛ばしてます。さあボルチンオレッグガットレンチ、何それ、何それ、トレーニングじゃんこれ、おー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 おお、もうまるでコスティのように小島さとしを何か言ってますか、回してそのまま叩き捨てた、危ない、ちょっと横に落とすパワーボムのような形になってましたしね、いつ落とされるかも分かりません。完全にガットレンチボムになっていました。さすがですね、このスカール、ボルチンオレッグのレスリング力、はい、目を見張るものがありますが、だがそれだけではこのセルリアンブルーのマットの上サバイブすることはできません。小島から真壁桃李です。まあ、真壁選手もね、ミラノさん、はい、GBH エントリーならずということで、はい、これ内心思うとこあると思うんですよね。そうですね、あのヤングライオン勢が悔しい思いっていうところがあるならば、やっぱりこう真壁選手もね、その気持ちはあると思うんですよね。ですから全選手何かしらの気持ちを抱えてリングでぶつけ合ってるっていうのが戦いになってますよね。しかももう間もなく来年 1.4 の東京ドームも迫ってきています。そこをめぐるね、激しい、ね、ポジション争い、サバイバル闘争というものを見られそうですね、はい、もう昨年からね、真壁桃李、本間朋晃は来年のワールドタッグリーグに出るんだ、こっから1年が勝負なんだって言ってましたもんね。言ってましたし、あの真壁選手も、ネバー6人に、ね、タイガー選手で、組んで出たりしたじゃ、挑戦したりしたじゃないですか、はい、で天山選手もその時のパートナーですよね。そうです。小島選手は先日ダラスであのストロングのチャンピオンシップも戦ってますし、やっぱりね、あのこのベテラン勢になっても貪欲ですよね。とても貪欲です。特にこの天山、天山と小島はワールドタッグリーグの前身であります G1 タッグリーグをなんと2回優勝しています。
さらには IWGP タッグのベルトを6回巻いてますからね。いやもうシングルもですけどタッグの実績も半端ないですよね。半端ありません。何クソ俺たちもという気持ちはまだまだあるでしょう。さあその天山ショルダータック、ここはボルチン・オレクが意地を見せました。さあオスカー・ロイベがとんでもない脚を出しています。もうロープトップロープから上半身出ちゃってますもん。もう2メートル1センチバーサスキングコング真正面からぶつかり合います。コーナーホイップを切り返してショルダータック。もうね、あの数日後には新しいヤングライオンもデビューしますからね。20日と21日の後楽園ホール2連戦ですね、はい、20日はオスカー選手が、ね、デビュー戦の相手を務めますし、やっぱこの後輩というかそういうのができるわけですよね。背中を追ってくるヤングライオンが増えるということですからね、はい、なのでこのオスカー・ロイベや中島優斗は先輩から取るというのを目標にしてますもんね。そうですね、本当にそこがずっと言ってきてますし、ワールドタッグリーグも出場ならずということで、今までこの発言してきたことが、実現できてないこの現状をどう変えていくかっていう、はい、この顔にね本当に気持ちが出てますんで、もしかすると本当のヤングライオン同士の競争というのは2024年激化するかもしれませんね、はい、ラリアット。2人が強い。キングコングラリアットです。マルタン棒のような腕がオスカー・ロイベに襲いかかる。さあそして小島です。さあラリアットを打った後に小島選手にタッチですね。先ほどねミラノさんから説明がありましたが、現地 11.1 のダラス大会ストロング無差別級に挑戦しました。相手はあのエディ・キングストンでした。今海外でもその存在感輝きを増している小島さとし。誰も行かせない。これはもうヤングライオンの意地です。そして中島優斗も、いやもうエネルギーと気迫が溢れてちゃってすごいですね。いやミラノさん、まさにね若獅子ですよ。いや本当にこの悔しさ食ってやるんだっていうこの気持ち、戦いに飢えています。勝利を欲しています。ヤングライオン牙を剥く。カバーに入る。小島が押されています。いやこれ面と向かったらこの勢い凄まじいものあると思いますよ。さあそしてヤングブラッド中島とオスカータッグリーグを見据えてね2人はいろんなね連携とかもやってましたからね。そうですよ。さあ来るかー。ヒットとローキック。小島ここは真壁がカットです。脇腹に今ストンキング危ないな。おボルチン・オレックのフロントスープレックス、そしてオスカー・ロイベのボディースラム、さらには中島がチャンスですねこれ。中島選手の隙を逃さない。中島選手顎ずれたんじゃないですか。さらに来るか。
第2試合タッグマッチ20分一本勝負を行います。第2試合、山形ビッグウィングにボーンソルジャーのテーマ曲が鳴り響きます。二の一番に出てまいりました、バレットクラブボーンソルジャー石森泰治。今夜のパートナーはバレットクラブロードックスゲローです。11.4 大阪大会、高橋ひろむの持つ IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦するも敗れました。だがあの戦いが石森大志にとって本当の復帰戦。動き出した時計の針、その針とともに石森大志もまた動き始めます。バレットクラブボーンソルジャー石森大志。にして、そして異色の顔合わせとなるでしょうか。新日本プロレス今回ジュニアの優、ラスター男ケイオスのトリックスター矢野徹です。赤コーナーウェイキューザーグランドマスター、マスターワード、ヘイヨー、みんなで使おう、いつか簡単するアンバサダー、並びにみんなで飲もう、桜市のキムカドクローマ伝道師、並びにここ山形ビッグウィングより投薬4375分、初代地東京都水道橋のスポーツバーエイブリエターズオーナー、並びに大好評発売中ダマシー T シャツもよろしくね、並びに北海道登別市観光大使矢野徹。本日も肩書きを並べてご満悦の矢野徹です。もう石森選手が負け負け早くしろってすごいアピールしてましたね。そうですね、1秒たりとも待っていられないと、はい、そんな空気を醸し出していました。まあそれもそのはずです。11.11 安城ではこの下道石森組は邪道和都組に敗れてますからね。リベンジマッチになってますけど、まあ随分でも声が通りますね。やっぱりあの選手の世界観が広がってますけども、はい、下道選手も声は通る方なんですが、さすがに矢野には負けてしまいます。これをどうやってね、空気の流れ、この雰囲気を変えていくか見ものですね。お、この組み合わせは注目です。先日 IWGP ジュニアに挑戦したばかりの石森泰治とベストオブザスーパージュニア優勝者マスターワトのマッチアップです。リチャリグレを石森選手が仕掛けましたよ、はい、右 の, ヘあのロックアップをやってからこの流れになってます。ドロップキック、たまらず場外にエスケープ石森泰治。さあそれに対してマスターワトが飛んでいくか、それを許さない、射程外に逃げていきます。さすがのね、ワト選手の跳躍力がすごいとはいえね、ここまでは来れないと思いますけど、自分で仕掛けたルチャをこのワト選手がこう攻防で上回ったというところで、かなり今ねイラッときてるようですね。かなりねカリカリきてますね、はい、お、ここはゲドウにスイッチしていきます。さあどうする、お、ゲドウなら俺に任せろと矢野徹です。山形のファンの皆さんは矢野徹に大きな期待を寄せています。さあその期待に応えようとする矢野徹、コーナーを盗もうとしますが未遂に終わっています。期待に応えるためにコーナーを盗むんですね、まあ、やっぱりそうですね、
少なくとも矢野徹選手はこうだろうという、まあ、そういった行動ですね、はい、お今日は固く縛ってあるぞ。あこれはなんだ、なんだこれ、芸道選手の差し金か。珍しい、珍しいですね、これ、これ時間かかってますね。ちょっと困惑の表情を見せている矢野徹。それでもなんとか盗もうとする矢野徹です。いじれも外したい、いじれも外したい、はい、いじれも外したい。これミラノさん、はい、対矢野徹対策でしょうかね。なんでしょうね、これね、はい、珍しいですね。いつもと違うコーナーマットのつなぎ方をしてますね。オッケー、頑張っていいんだよ。取れません、取れないですね。これ、ミラノさん、いわゆる最新のコーナーセキュリティシステムですかね。これ、これは芸能選手の差し金ですかね。突破していきました、はい、それでもまだ完全には取れていません。完全に、これはどうなっていますかね。これはもう崇高なる、ごめんなさい、なあ、何事もなかったかのようにコーナーパッドを使っていきます。あやっちゃった、吉野家さんを蹴っちゃった。ちょっと今日は全然なんか、あーもう謝ったばっかりだ、もう今日は。そうですね、ちょっと今日流れに乗れてませんね。完全に乗れてませんね。はい、確かにこれは何か下道選手の差し金のような気がしますね。なんでしょうね、これあのもしかしたらスタッフを買収してですね、固く結ばせていたのかもしれませんし、裏で何やってるか読めませんからね。明らかに普段とは違う止め方でしたもんね。でもこうなってくると矢野選手はまたアップデートしてあらゆるコーナーを外し方をやってくるでしょうか。なるほど、はい、ここでコーナーの外し方っていうのがどん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 進化してきますね。いわゆる泥棒とセキュリティのイタチごっこってやつですね。そうですね。確かに怪しいです。このバレットクラブサイドの青コーナーは簡単に外れています。はい、これなんかやってそうですね。やってんのこれ、疑惑まみれのリング上です。見てください、現に矢野選手が全くペースを握れない状態です、はい、しかもなぜペースを握れなくなったかといえば、はい、ニュートラルコーナーを盗もうとしたからですよね。そうですね、まあ、矢野選手の対策として必ずコーナーを外しに来るというのは相手も分かってますからね、はい、そこにちょっと一罠仕掛けたのかもしれませんね。矢野トラップ発動です。効果は敵面です。矢野徹が何もできていません。ここからこのね、矢野選手が自分の考えるコンピューターが弾き出す作戦がうまくいかなかった時にどうなるかですよね。そうですね、再プログラミングがですねなされるかどうかです。いや全くもってあの声も出なくなりましたしね、はい、元気がなくなりました。口が開きっぱなしですよ、はい、口で息してるってことはかなりね厳しいです。あー再起動を果たしたか矢野徹。さあコンピューター発動か、入った。ちょっとね流れが良くないですからね、はい、ここはワト選手に。さあマスターワト、ウェイトゥーザグランドマスター。グランドマスターへの道はまだまだ続いています。まあやっぱりねミラノさん、はい、新日本ジュニア戦士 1.4 東京ドームのジュニアタイトルは全て埋まりましたよね。埋まりましたね、うん、ですからここからですねこのジュニアのエースをこう目指している渡選手もそうですし、石森選手もどう動いていくかですよね。そうですね、今年の2023年の残りと、はい、そして2024年のスタートダッシュをどう見せるか、ジュニア選手も注目です。さあワトがスワンダイブアップカット。いやコンディションは良さそうですね。カウント2です。体のキレは相変わらずです。マスターワト、ワト選手の右のね足のところにワトってあの入ってる。ああレシエンテ、レシエンテメンテを狙いましたが、これは石森泰治警戒している。顔面かきむしり、視界を奪っていきます。これを切り返せるかです。ハンドスプリング、オーバーヘッドキック。ここは石森泰治が意地を見せました。さあ戻ってこいと言っているけど俺が料理してやると手を伸ばしていく。だが矢野徹が現れた、ひらりとかわす。いや今日はうまくいかないな。おひげで、ひげで完璧できるかですかね。動けなくなってしまいました。ヒゲでペースを変える。下手に動いたらヒゲがなくなります。あレフェリーが強引に外したら、あれヒゲごと顔を引っ張られるでしょう。ごっそり行かれましたね。
さあ、抜き出しのニュートラルコーナー、ここはゲドーに流れが傾いているが、マンハッタンドロップ、やり返す、やり返す。あ、でもコーナーで行くのか大丈夫か、コーナー大丈夫か、今日パスはコーナーが、おお、さあこれでおわいこですね。今夜は矢野トールもゲドーも吉野家を蹴っています。クソレブリー、クソレブリー、クソレブリー、ひどい。レフェリー、レフェリー蹴ろうとしたら、あー、吉野家蹴ってますよ。お前謝るな、ゲドー、謝れ。え、これどういうシチュエーションですか、どういうシチュエーションか、レフェリーが頭下げた。あー、でも読んでいる、いや、こういう駆け引き、あー、ちょっとね、レフェリーも動揺してましたから、すぐ反則裁定取っちゃいましたね。なんと急所打ち、ゲドーの急所打ちは直前で止めた矢野さんが、レフェリーの視線をすぐに察知して、レフェリーの視線が自分に向いた瞬間、嘘の急所打ちを演出してみせました。なんかでもレフェリーの今の去り方とか、これ矢野一味になってるかのような、グループの一員になってるかのような借り方ですね。もしかすると買収済みですか。あー、なるほど、今度はそっちを買収しに行ってるんですか、はい、ゲドー選手はコーナーパットを、あー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 、最悪、最悪です。もう二度とゲドーと西森大使は吉野家ののれんをくぐれませんね。くぐれませんね、はい、もう出禁ですね。出禁です。出禁リストに2人の名前が入りました。入りました。まあ気持ちはわかります。だが今日の頭脳戦は矢野トールがゲドーを上回っていました。嘘の反則技で痛恨の反則負け、バレットクラブです。第3試合、6人タッグマッチ、20分一本勝負を行います。